イランのイスラム革命防衛隊のトヨタ製ピックアップトラックに搭載された多連装ロケット砲多連装ロケット砲は複数のロケット弾を一斉発射することを目的としたロケット砲である多連装ロケットランチャーや多連装ロケット弾発射機などとも表現される英語ではマルティプルロケットランチャー MRL あるいはマルティプルローンチロケットシステム MLRS などと表現される 個々の命中精度が通常の大砲に比べて低くなる傾向にあるロケットダムを同時に多数発射することで効果的に運用しようという思想の兵器である。武教装用の多連装発射装置ビアの多連装発射装置歴史上最初の多連装発射兵器が使用されたのは中国の宋の時代である。これは複数の飛アを一斉発射する装置であった。 李氏朝鮮時代の朝鮮においても同様の兵器が分禄、慶長の役の甲州山城の戦いにおいて効果を上げたとされる。第二次世界大戦において実用化された最初の現代的な多連装ロケット砲はカチューシャである。これは当時のソ連赤軍によって開発された軍用トラックの後部に発射レールを並べたシンプルな構造のもので友好国への輸出も行われた。 アメリカ軍では T34 カリオペが開発された。これは M4 中戦車の砲塔上にパイプ状のロケット弾発射器を複数配置したもので、発射器の角度変更は主砲の不行格に連動する構造となっていた。ドイツ国防軍ではネイベルベルファーと呼ばれる多連装ロケット砲を開発した。これは6本あるいは5本のパイプ状の発射器を持ち、 37マパッチ36対戦車砲と同等の牽引用課題に乗せられた比較的コンパクトなものであった。後に10本のパイプ上発射機を車載型とした自走砲型のパンツァーベルファーも開発された。現代においても多連装ロケット砲はすでに混乱している、もしくは統率の取れていない敵部隊の士気を劇的に低下させる効果のある兵器として評価されている。 また、敵に対して、より強固な援隊号や、防護陣地を付設する負担をかけさせることもできるほか、発射するロケット弾に誘導装置などを搭載し、精密射撃を行う装備もある。最も多くの種類を開発しているのは、対戦でカチューシャを活用したロシアであり、同国では火力支援用として、河川小海底にも搭載されている。また、 本質的に簡便な構造の兵器であることから、世界各国の軍で運用され、特に中国製の63式1 0 7ト、mm、ルロケット砲は、世界で最も拡散している多連装ロケット砲の一つとされる。紛争地帯などでは、民兵が武装車両に搭載している例も見られる。 BM-13 から16カチューシャソビエト、連邦 15cm ネーベルベルファー41型、ドイツ国 T34、カリオペロケットランチャーアメリカ合衆国ランドマットレス 21cm、ネーベルベルファー42型イギリス大日本帝国 M142 ヒーマース、アメリカ合衆国 BM-21BM-30 スメイチソビエト連邦、 ロシア MAR-240 イスラエル K-136 大韓民国63式 107mm ロケット砲、中華人民共和国ラーシュ自走ロケット弾発射機、ドイツ75式 130mm 自走多連装ロケット弾、発射機日本チェコスロバキアブラジル南アフリカ共和国。ありがとうございます。